はい、どうも、佐久間優吾です。本日も人生に役立つ情報を配信していきます。早速本日のお題を読んでいきたいと思います。今日はドラマを見るだけでなく作るもの、こちらを今から読んでいきます。ドラマは見るものと思い込んでいませんか？確かに見る楽しみもありますが、見るだけのものと考えているのなら固定概念です。ドラマとは見るだけでなく作るものであります。どうやって作るのか、それは自分が一生懸命に生きることです。一生懸命になることは何でも構いません。勉強に一生懸命になる、恋愛に夢中になる、仕事に専念する、趣味を満喫する、何かに一生懸命になっている姿を、それ自体がドラマです。自分は今ドラマを作っていると意識して行動してください。じっとしているより積極的に動いている主人公の方がかっこいいでしょう。困難があってもめげずに乗り越えていく姿こそ見応えがあります。次々と成長していく主人公の方が絵になります。熱意と意欲に満ち溢れている人生があるのではなく、意識をして作っていくのです。じっとしているだけでは何も始まりません。何から始めていいかわからないときは、まずあなたの目の前にある課題から一生懸命になってください。自分でのできる範囲で最大限を尽くすことです。それは人生の後悔を減らすことにもつながります。笑ったり喜んだりするだけがドラマではありません。落ち込んだり泣いたりするのもドラマです。熱意や意欲がなくてもとにかく体を動かしていきましょう。体を動かしていくうちに意識と意欲も出てきます。何か行動して自分のドラマを作っていきましょう。今日の格言、自分は今ドラマを作っていると意識しながら一生懸命生きる。なるへそね。ドラマね。自分はいつも人生はゲームだと考えてますね。ロールプレイング、人生とはロールプレイングゲームみたいなものだ。自分が主人公で、そして勇者でもある。勇者っつうのは別に他の周りは魔法とか使えるけど、勇者は勇気しか持ってない。でも勇気を持ってるのが主人公なんですよね。一番強い、頼りがいのあるリーダー、勇気こそが、その勇気を持って自分の経験値レベルを上げていくゲームなのかなと思ってましたけど、なるほど、ドラマっていう見方もあるんだね。そういう意識を持ってこれからも一生懸命生きていきたいと思います。自分のドラマ最終回が気持ちよくハッピーエンドに、まあ、死んじゃうんだけど悔いのない最終回を迎えたいと、一生懸命生きていきたいと思います。ということで本日はこの辺でドロン。